続いてはカルチャーです。シンガーソングライターの生田リラさんが楽曲制作の裏側を明かしました。腕をぶん回して、これは気合を入れてしっかりいい楽曲を作りたいなというふうに思って。来年第2期が放送されるアニメ薬屋の独り言、そのオープニングテーマに生田さんの百花繚乱が決定しました。作品は毒味役の少女が高級内で次々と起こる難事件を解決していく物語です。ソロとしてテレビアニメのオープニングテーマを担当するのは今回が初めてだったという生田さんは、曲書いてる時なんかは頭の中でこうごちゃごちゃっていろんなことをこう思い巡らせながら歌詞を書いてたりもするので、そういう時はもう一回整理するために口にバーって出したりとか、独り言どころじゃないかもしれないですね。もうそれ喋っちゃってるみたいな